さいやっほー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 ほいやっほーいやっほー主婦のブログゆみです。イエイ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 どうぞよろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。今週もねどうぞよろしくお願いいたします。この通り髪切りましたすごいもう髪の毛軽くなって、もうねなんて言うんだろう、なんかすごい毛先がもう傷んでて、もうなんて言うのかな、ボブ系にしたかったんですよね。だけどなんか店員さんの話によると、ここのてっぺんだけがボワーンってなっておかしくなるとかって言われたので、そっかと思って、お任せみたいな感じなんだけど、とりあえず切ってみたいな感じで軽く切ってもらって、でこんな、ちょうどいい長さにしてもらって最高でした。昨日はね、本当はね髪切る予定ではなかったんですけども、たまたまね空いてて、あちょっといいかなと思ってそれでちょっとささっと入ってカットしてきてもらって、キリンコーと思ってその後に羊が丘の展望台に行って、それで観光をしてきました。ってまたね天気良かったんですけども、すんごい風が強くて寒くて、もう気温が一桁だったんですよね。その日はさすがに初雪も降りましてて、これからねもっとね気温が低くなって一桁になって、雪がね当たり前のようになっていくんだろうなって思う感じの季節のね感じなんですけども、もうね風が本当に冬の風です。でもね今の時期に本当に紅葉が見頃なので、そういいかな、札幌北海道いいかなっていう季節ですね、雪の降る前に。そんな感じで由美もねちょっくら観光してまいりましたそんな今日の動画なんですけども、今日はそのね羊が丘展望台と、あと今日の日常編をちょこっとだけアップして、動画をアップしたいなと思っております。もしよかったらね、ここで初めてユミのこと見た方くれた方いてくれましたらありがとうございます。この機会にね初めての方はグッドボタンだけでもね押してってもらえるとすごく嬉しいなと思っております。バン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 バーンってね押してってくれたら、ユミすごく励みになります。頑張れます。よろしくお願いします。最後にね、もう一回見てみようかなとか、ちょっと、面白いじゃないとか、すごい顔。思ってくれた方、いてくれましたら、チャンネル登録の方もね、ポチッと押してもらえると、すごく嬉しいなと思っております。簡単な自己紹介なんですけども、ユミは、来月で52歳になります。そして、旦那、ケンさんいます。そして、柴犬の、男の子と女の子が2といまして、そう、女の子が7歳と、男の子が4歳です。そんな暮らしをユミは、過ごしております。休日はね、たまに、お出かけ編とかやったりとか、で、たまに、ケンさんとキッチン動画もアップしたりとか、やっております。そんな感じで、もしよければね、温かい目で最後まで見てくださると、とても嬉しいなと思っております。それでは、ユミの動画、スタート!どうぞ!イエイ!イエーイ。
やっほーやっほーやっほー。今日はですね、小春がいないんです。空もいないんです。なんか不思議な感じがして寂しいですね、すごく。今日ね、ちょっとね、小春と空が入れないところに行ってこようと思って、それで、ね、ちょっとね、今日は久しぶりにお留守番です。今日は天気もいいので、昨日めっちゃ寒かったよね。なんかあられがね、すごく、もうあられも降ってたし、すごいもうね、バンバン降ってたよね。すごかったもんね。だからね、紅葉もね、なんかくっきりはっきりと出てきたかなーって、すごい色ついてきました。すごい紅葉浴だよね、ある意味ね。なんかね、すごい綺麗です。ここね、小春と空入れない場所なんです。ちょっと寂しいですけどね。なんかね、なんか動物の影響もあって、それで入れないって言われましたね。なんかね、あ、人が歩いてる。すごい、人が歩いてる。よいしょ、車が来るね。紅葉もやっぱりね、札幌見頃を迎えてきてますね。すごくちょっと落ち葉になってきてるところもあるけど、ちょっとこの辺まだちょっとあれかな、黄色が多いかな。なんかちょっとだけ、なんか札幌見頃みたいですね、今時期。皆さんぜひ北海道来るなら今がチャンスです。チャンス。おお、すごい芝生が。ということで、到着です。上下にキュッ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 やる。上下にキュッキュッ、一つずつ持って、上、そう、夜景がね、札幌の街並みです。クラークゾーンね。話し返してないのかな。ブルドーザー除雪車ですね。よいしょ、いるかな、どうかな。わ、よいしょ、どこ、こっちから行けばいいのね。と、羊は、
にいるんだろうね。なんかね、羊。ここら辺にいるのかな。いるのかな。あ、今日はいないね。日曜日だし。さっきの男しかいないよ。そうか。うん、残念。もうちょっとしたら戻ってみますか。紅葉もちらほやちらほや始まってます。じゃあ戻ってみますか。なんかね、こっちだよ。こっちこっちこっち。母ちゃん、ちょっと待ってよ。よいしょ。わあ、ちょっと待ってよ。ああ、ちょっと待って。小春、ちょっと待って。待って待って。やばい。やばいわ。ちょっと待って。母ちゃん、やばい。やばい。やばいやばい。よいしょ。よいしょ。大丈夫かな。空は大丈夫だけど、小春がちょっと危ないね。意外と。でも今日大丈夫そうな予感がする、小春。なんとなく。すごい。寒いよ、とにかく。一桁気温ですよ。寒い。寒いわ。こんな感じかな。よいしょ。よいしょ。これ小春用かな。これ小春用だよね。これにしようかな。なんか同じのちょうど2つあるし、なんかこっちの方が芝だし、うん、ね、うん、ちょうどに完全にもなんないの、うん、なんかちょうどさ、なんかさ2つあったっていうことはさ、ねえ、そういう意味かなと思って買っちゃおうかな、これ、うん、うん、これ決定ゲット。ゲット？うん、ゲット。分かった。
ってる。お芋さんが高くなってる。まあね、しょうがないけどね。買っちゃった自分のご褒美、ご褒美買っちゃった。